とりあえず C に行くでしょ。うわうわうわ、百鬼夜行や。あんなんかまってられんて。わーお、あれそんな連射するっけ。まずい。一旦この辺入ってみる。うーわ、なんかもうやらない感じするぞこれ。え補給場所ってだけか。なんかすいません、絶対なんかあるとか言っちゃって。入ります。まさかな。人型が映ってて、DNA が映ってて。これ、ゲイルの分身と戦うとかっていう、分身っていうか、ロボットと戦うなんてことないよな。何もないなんてことある？うん。ゴブリンとハーピーか？ソルジャーモデル HX27。スタッフが HX27 にハーピーというあだ名をつけた。よく似合っているので訂正する気はない。ハーピーたちにライフルを持たせ、敵の領土に送り込めば瞬く間に占領するだろう。防衛も得意分野のようだ。私たちが持つどんな対空システムよりも優秀だ。ハーピーは次世代の空挺部隊の代名詞となるだろう。もちろん使いどころは重要だ。都市や森といった密度の高い空間を得意とするようだ。通常の戦闘機ならば飛行速度を落とさなければならないところを HX27 なら、むしろ好都合である。どこからでも飛び立つことができる上、獲物を狙う精度はピカイチだ。武器を持たせなくても HX27 は十分な戦力を備えている。鉄より硬い爪は機械を簡単に分解できる強度を誇る。戦闘機を空中で解体する姿はまるで悪夢のようだった。しかし、戦闘から離れた時の姿はとても兵器とは思えない。人のように周りとおしゃべりをし、冗談を言い合うくらい社交的な一面を見せる。そして仲間が亡くなると悲しむのだ。ちょっとなんか大変なことになってきたさ。デビン、外部カメラが何かの動きを捉えた。解像度のせいで物体を特定することができなかったが、陣を組んで空を飛んでいることは確かだ。映像をきれいにできないか手を尽くしてみたが無理だった。アシュリー、今日はもっと近くを飛んできたわ。今度は姿を捉えることができた。ハーピーよ、生体兵器がまだ外を自由に飛び回っているなんて。あ、なるほどね。ここが地球が終わる前のいろんな種族がいた戦争の時代の兵器だっていう風な認識を受けてるんだ。でも何とかした方がいいのか。人が目覚めた時には問題にならない。きっと人のことを恨んでいる。先生は放置しておけと言っていた。繁殖する危険性もないし、残りの命を全うさせてやればいいって。あれだけ人間に苦しめられたんだ。それくらい許してやってもいいだろう。ベネックスと私が同意見だなんて。なるほど。前の時代を生きてた生物たちなんだ。この、カプセルに入っている奴らは。ソルジャーモデル BT43。これが BT43 か。人間と比べて身長2倍、筋肉量
4倍の BT43 型の怪力に勝るものはなかなかいないだろう。こいつに襲われたんだな、外を出歩いている時に子供たちが。ビルを数回飛ばしで登る姿は圧巻だ。着地をするたびに地響きが起こる。その姿を見るだけで逃げ出す者も多い。これ誰の日記かわからんやな。限度を超える攻撃をすると BT43 は皮膚を活硬化する。そしてすぐスリープ状態に移るため戦いの後は無事に回収可能だ。戦力として申し分はない。しかし最近の BT43 型は少々こちらが不安になる挙動を見せる。そもそも BT43 型は感情を抱かないように設計されているはずだ。命令に忠実に従う必要最低限の知能しか備わっていないはずだが、最近は予想外の知能の高さをほのめかす質問をしぐることが多い。なるほど。我々のことを聞くこともあれば、自分たちの存在を問う質問をすることもある。なぜ生まれたという質問に戦うためだと答えたら BT43 は不服そうにしていた。ミュウツーじゃ。誰が産んでくれと頼んだ。私も最近似たような疑問を自分に抱き始めている。なるほど。とりあえずじゃあ、こっち行ってみるか。これ虫のやつじゃない？虫コーナーだ。焼け野原の土を改善するには昆虫を使うのが効率的だろう。あ、それで昆虫を置いてたんだ。厳しい環境でも生存可能。放射線にも強いし、有機物も生成する。さらに数が増えやすい。栄養価もそこそこだし、目覚めた人々にとっては非常に優秀な食材になるだろう。あれ食うんか。キノコは別、なんとも思わんかったけど、あれ食うんや。ベネックスは効率を重要視しすぎているわ。人間の感情や感性も大事にするべき。誰も虫を見て食べたいと思わないわよ。それはそう。気持ち悪いし、食感を考えるだけでも将来害虫問題につながるだけだ。それも地球規模のね。まあ、どっこいどっこいよな。テラフォーマーズみたいなことになりかねんよな。でもね、デビン、わらむし、え？わらじむしプロジェクトがもうじき終わりを告げる。この鉄の兵士、鉄の兵士、あ、これ壊せんかったやつだ。今までどうやっても壊せなかった虫のやつだ。この鉄の兵士は放射線物質を飲み込み、消化して環境にいい蒸気へと変換する。すごく時間がかかるけど。あいついいやつやったんや。いや、絶対に人工物であることは間違いなかった。っていうか、間違いないだろうなと思ってたけど。1年でも10年でもない。環境が改善されるまで100年はかかるだろう。ここにいる誰もがこの結果を確認できないこのプロジェクトにこれほどの労力を費やすのは正気じゃないような気がしてきた。昔偉人がこう語ったことを思い出した。己がその日陰に座ることはないと知りながらも、木を植え続ける老人がいる社会こそ豊かに成長する。はあ、めっちゃいい言葉やん。そうか、ありがとう。気分が良くなったよ。それよかったよ。なるほどね。ここの施設のわらじ虫だった。わらじ虫って、あんま聞かんな。じゃ、この虫も、昔からいたやつなのか、それとも、ここで生成されたものなのか。いや、多分昔からいたやつを、大量に放っただけだろうな。焼け野原に。ここは？アシュリー。毎日生体兵器のお前を通るじゃない？気味が悪い。急に湧き上がってきそうで。あー、なるほどね。戦争も終わったし処分していいんじゃないか？マザーコンピューターに聞いてみた。触ったらダメだと言われた。質問も全く受け付けてくれないから怪しい。あいつらは生きているのか夢を見ているのか永遠に眠ったままなのか。将来目覚めた者がプロジェクトを引き継ぐのか。マザーコンピューターに一人で質問しに行った。すごいわね。そうね、一番キモいあるよ。あいつはマジでキモい。本当にキモい。ふと思ったが、前の担当者がポットに入っているなんてことはない。え、もしそういうことなら、専任担当者がゆくゆくは、あ、はいはいはい。え、なんか怖いこと言ってない？あ。待って、
で、俺も本当にこういう展開苦手なんやって。遠くでパリンってなって音楽消えるってさ。しかも今深夜に撮ってるんやって、マジで勘弁してよーっと。待って、一旦じゃあ、一旦よ、一旦じゃあ、ご飯食べる。ふぅ。ふぅ。よし。